東北放送株式会社は宮城県を放送対象地域とするラテ県営の特定地上機関放送事業者である。ラジオは JRN と NRN のクロスネット局。コールサインはジョイアとジョヨの2通り。テレビは JNNTBS テレビ系列。コールサインはジョイア d t v リモコンキー ID はアナログ親局 1CH から1。テレビでは データ放送を実施しており、番組表サービス、G ガイドを配信している。河北新報社とつながりが深い。ニュースの名称は、河北新報ニュース。夜間における緊急事態の発生に備え、局穴一人と制作、技術、報道部門のスタッフ数人が局に毎日交代で、泊まり込む、宿直勤務制度を実施している。マスコットキャラクターはモリーの、 2020年10月より使用開始。前任者はニューニュー。2001年に設立50周年を記念に採用された。緊急警報放送の創出設備を持っており、ラジオでは毎月第2月曜日の14時59分20秒14時59分50秒まで定期的に試験放送を放送している。略称の TBC は、 大手エステティックサロンの TBC グループでも使用しており、公式サイトを開設する際、すでに東京ビューティーセンターがドメイン名 tbc.co.jp を取得していたため、本社のある仙台を足して tbc-sendai.co.jp となった。2004年4月より TBC が制作している各ラジオ番組のメールアドレスは 番組名 1260.jp に切り替えられた。例年7月最終週に TBC 夏祭りを開催している。本社、演奏所の目の前にあるバス停の名称はかつては東北放送会館前であったが、現在は TBC 本社前となっている。出展、テレビ、ラジオいずれも東北地方の民間放送局とは一線を画した独自の番組編成が特徴である。 これは局の体質とされる。2000年のテレビジョン、角川書店。かつて、ザテレビジョンで連載されたものの単行本家では、当時の幹部が個人的な見解として、BS が影響力を持つようになった時に、キー局べったりのツボネと独立思考のツボネとに分かれるだろうという見解に触れ、うちは独立でしょうねと述べていることからもそれが伺える。 宮城県内で購読されている新聞のラテランでの表記は、かつては東北放送もしくは東北放送テレビが多かったが、1997年頃から全ての新聞において略称を使用した TBC テレビと TBC ラジオに統一された。なお、宮城県の林県地方紙での掲載は以下の通り、企業、団体は当時の名称、出展、 1978年3月31日1992年3月31日2003年3月31日2016年3月31日2代目ロゴラジオは24時間放送ラジオで放送される河北新報ニュースでは TBC テレビで放送された JNN の記者リポートの音声を編集して流すことがある NRN 加盟局でありながら ニュースパレードを放送していない。平日の夜の時間帯は、伝統として自社制作番組が多く、東北地方では長期にわたり、唯一22から24時台に放送されている、在京キー局制作の生アイド番組を、ネットしていなかった。1970年代から1980年代には、日曜深夜の自社制作番組、ジャンボリクエストアモが人気を集め、 全国各地からリクエストはがきが寄せられた。また、アニラジの黎明期には、ファンからの東北にはアニラジがありません。声優のコンサートも東京から札幌にツアーが飛んでしまう。クリアーな声でマミアネの声を聞きたいんですという声に押された小森まなみが自ら企画書を書き起こし、1994年に小森まなみのポップン、パジャマとして結実。 仙台をはじめ、当時同番組のネットを組んでいた山形県などで番組のイベントを開くなど大きな動きを見せ、2011年、彼女の活動休止による番組終了まで実に16年余りにわたる長寿番組となった。東北ブロックネットは、お元気ですか5月27日終了以来しばらく制作されていなかったが、2008年4月から宮川県の松ぼっくり小国が、 tbc ローカルから昇格する形でブロックネット化された。ラジオのキャッチコピーは2020年時点で早く正しく面白くが使用されている。それ以前は友達ラジオ tbc、一押しラジオ tbc、ラブでイこう tbc、てっぺん感度 tbc、美味しい空気 tbc、電波パパパや tbc ラジオ1について tbc が使われていた。 2017年度からは、ワイド FM のサイマル放送が行われることに合わせ、キャッチコピーは、あのね、ワイド FM の PR キャラクターは、新周波数93.5メガヘルツになぞらえた、クミコが使用されている。なお、ラジオでのニュースや、選挙速報、地震速報では、テレビと同じ JNN ニュース速報の共通ジングル、ポッポポッポが使用される。 宮城県内にある競合局は少ないがが、2006年以降、TBC ラジオは宮城県内ラジオ局の中で全放送時間帯トップの聴取率を維持している。楽天イーグルス戦のプロ野球中継を開始したことに、加え、私立 TBC 気象台の気象予報士が各ワイド番組に出演するようになり、気象情報や地震情報をきめ細かく伝えるように、 なったことがこう奏している。ライバル局の FM 仙台は局サイトにおいて、TBC ラジオと同じ調査のデータから、メインターゲットである12歳から49歳男女の層を抽出することで、18期連続首位と歌たっている。年2回、6月12月のレーティング期間になると、TBC ラジオウィークと題し、各番組から、様々な豪華プレゼントが用意される。 東北放送、新井ラジオ送信所 AM ラジオ送信所は、当初本社内に置かれた後、黒川郡富谷町に移転して1972年3月1日に運用を開始。その後、仙台市若林区、新井矢座瀬戸川北15番2号に再移転、東北放送、新井ラジオ送信所として1990年10月1日に運用を開始した。本社に設置されている。 鉄道トンネル内ラジオ再送信サービス、実施箇所当局では、リモコンキー ID に1を使用する。東北6県の民間放送では他に、青森県の青森放送が ID1 を使用する。キー局である TBS テレビのリモコンキーは、TBS テレビ、岩手県の IBC 岩手放送、石川県の北陸放送の各アナログ親局を踏襲した6を使用しているが、 東北放送では長年1チャンネルで親しまれているためそのまま1を踏襲している。TBS 系列では他に北海道の北海道放送と鹿児島県の南日本放送もアナログ親局と同じ1を踏襲している。同じ理由で近畿広域圏の MBS テレビと福岡県の RKB 毎日放送が4を、中京広域圏の CBC テレビが こを踏襲している。t b s 系列標準の6を使用するつぼ根は宮城県にはない。その他、t b c 本社の屋上にも置かれていたことがあるほか、女川町にも情報カメラが設置されていたが、東北地方太平洋沖地震による津波で流出した。民間放送局では、東北地方で最も早く開局した老舗であるものの、 ブロックネット番組の制作は少なく、最後発の東日本放送が、東北地方において、多くのブロックネット番組を制作しているものとは、対照的である。子供向け科学番組、不思議の扉で久々にブロックネット番組を開始した。TBS テレビ制作朝の情報番組の第2部後半、部分にある、ローカル枠にて、ウォッチン。 宮城というローカル情報番組への自社差し替えを講師している。2005年3月末以降、この時間をローカル枠に差し替えている放送局は東北放送のみである。14時代は1980年代にワイドユーなど毎日放送制作のワイドショー番組が東北地方で初めてネットされ、2005年4月から2006年3月17日まで。 二時のジャイハネというローカル情報番組を放送していた。在政局の中では最も深夜アニメに力を入れているつぼねである。ちなみに、TBC で初めて放送された深夜アニメは毎日放送が深夜アニメに本格的に参入した作品であるフォーチュンクエスト L。また、TBS テレビ毎日放送、CBC テレビ制作の深夜アニメの一部をネットしている。 また、スナボーズ、レイザーアニメーションの制作に参加した。週末朝のサタデーズバットの JNN ニュース部分以外、時事放弾はいずれもネットしていなかったが、2010年5月1日から、サタズバは従前の第一部の JNN ニュース部分のみではなく、第二部も、新たに番半ネットするようになった一部の TBS 系列局で放送されたドラマ、秋葉原ディープは、 東北放送に枠がなかったためか、テレビ朝日系列の東日本放送が番組販売の形で放送した。深夜のフィラーは、他の JNN 系列局の多くで放送している、CS 放送の TBS ニュースではなく、情報カメラの映像と最新の天気外況、宮城県のアメダスデータを流している。また、フィラー音楽のタイトルは公式サイトで公開されている。 地上デジタル放送大白区もがさき丁目11番1号の大都市寺山公園南に地局されている。中継局一覧地上アナログ放送2012年3月31日、定派。本社の敷地内には地上アナログテレビジョン放送の送信書が置かれていた。中継局一覧2012年3月31日、廃局。 東日本大震災の影響で、岩手県、宮城県、福島県のアナログ放送終了が8ヶ月延期された。廃止された中継局ケーブルテレビによる区域外再放送ケーブルテレビによる区域外再放送は現在行われていない。かつては以下の壺根で実施されていた。宮城県内ニュースはかつて文字配信のみだったが、現在は動画配信も実施。 移動男性女性現在、他部署に移動している元アナウンサーはいない。対社男性女性私立 TBC 気象台、気象予報士退職したアナウンサー以外の主な社員宿直勤務は、従来局アナが担当していたが、2005年4月より、原則として、フリーの女性アナウンサーが1年契約を結びニュースを担当していたが2016年6月をもって、終了した。 2016年6月終了時点での担当者は次の通りである。過去の担当者2011年3月11日のティータイムドラマ放送中に東日本大震災が発生し、直後から宮城県内向けに緊急ニュースを長時間放送した。それ以降も14日までは TBS テレビ発の報道特別番組を放送し、その中で随時ローカル差し替えや、 tbs テレビへの情報発信により、県内の情報を入れた。15日以後も特別編成が組まれた。自社制作番組は特別番組として、tbc 震災生活情報を放送しており、N スタ宮城のキャスター陣が別冊特番にもそのまま出演した枠を臨時転用しており、ウォッチイン。宮城キャスターが当枠を担当する場合もある。これら特番に伴い通常、 JNN 排他協定が始まる17時45分より飛び乗っていた N スタは第1部の始まる16時53分からのネットに拡大。2012年1月4日からレギュラーネット開始。TBC 震災情報平日午後枠から N スタへはステーブラレス接続。日によって開始時間が1時間前倒しされ TBC 震災情報 午後枠が14時55分より、N スタが15時55分より、おのおの始まる場合もある。ミノモンタの朝ズバ第2部の中盤から、終盤のローカル枠での自社差し替えによる、ウォッチン。も二2011年3月14日から4月1日まで、レギュラー放送を休止し、東北放送でも、ミノモンタの朝ズバ第2部の中盤から終盤での、 ローカル枠を行使しなかったに切り替える措置が取られており、別冊特番として、平日9時55分10時25分に、ウォッチイン、生活情報を放送している。2011年4月4日からは、新番組編成による放送となり、ミノモンタの朝ツバ第2部の中盤から終盤での、ローカル枠での自社差し替えを再開し、これにより、ウォッチインはレギュラー放送を再開。 CBC3 分クッキングのネット受けも再開される。JNN 系列のリモコンキー ID 地図。ありがとうございます。